この動画は暴力シーンやグロテスクな表現が多く含まれているので、苦手な方は見るのを控えてください。はい、ということで、僕が生きてきた中で一番好きなゲーム、バイオハザードの新作、ビレッジ、8ですね、バイオハザード8が、発売になりまして、前回僕がゲーム実況した3、バイオハザード3のリメイクから久々のゲーム実況なんですけど、いやー、とっても楽しみにしてましたね。前作というか、ナンバリングで言うと、7。バイオハザード7が、発売したのが、確か、レイブンのツアーだ、レイブンのレコーディング中だったのを覚えています。はい。レコーディングしながら休憩時間にやりつつみたいな感じでプレイしたのを覚えています。で今回は、セブンの主人公のイーサンがそのまま主人公で、1から登場しているクリス・レッドフィールドも出てくるみたいなんで、僕はとても楽しみですね。シリーズ全部大好きなので、ということで早速やっていこうと思います。せーの、ほい、間違えた、ん、せーの、ほい、ニューゲーム。難易度は、まあ、初めてなんで、スタンダードでいきましょうか。あとこれ、結構ね、FPS 苦手なんで、7からね、バイオ7から FPS になったんで、結構苦労したんですけど、まあ、スタンダードでいきますわ。はい。楽しみやなぁ。もう、何回トレーラー見たことか。昔々、幼い少女がお母さんとベリーを摘みに出かけました。しかし森は冷たく静かで、ベリーは見当たりません。少女はベリーを探すため、母の手を離れ、森の中へ入ってしまいます。必死に呼び止める母親の声も届かず、少女は奥深くへと進んでいきました。しばらくして喉が渇いた少女は、目の前に輝く満月に気づきました。すると月はコウモリの怪物に変わり、羽を噛みちぎり言いました。お嬢さん、この血をお飲みなさい。少女はコウモリの血をすすり微笑みました。その後墓地へ出ると、風が激しく吹き荒れ、辺りの空気は凍りつき、少女は寒さに震えました。そこへ死神が現れ、たちまち美しいドレスを作り上げると少女に言いました。さあお嬢さん、これを着て温まるといい。少女はドレスを着て、そして微笑みました。さらに不気味な海を進むうちに、少女はお家が恋しくなり、同時にお腹が空いてたまらなくなりました。すると魚の王が現れ、ヒレをちぎって言いました。さあお嬢さん、これを食べ。そのヒレを食べ、少女はまたもや嬉しくなりました。やがて少女は機械仕掛けのお城にたどり着きます。そこへ美しい金の歯車をつけた鋼の馬がやってきました。またしても贈り物だと思った少女は、金の歯車を奪い取ってしまいます。馬は激怒し、4匹の怪物が現れました。少女は怖くなって怯え、邪悪な風が吹き荒れると、そこへ支配者である魔女が現れたのです。
欲深い娘だ。受けた恩も返さずに魔女がそう言い放つと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。あら、寝ちゃったわ。その話不気味すぎないか。生まれて半年だぞ。本屋のおばさんが教えてくれたの。おとぎ話よ。ほら見て、ローズも気にしてない。分かってないだけだろう。まったく、この子が怖がらずに住むよう引っ越したんだぞ。私はとっくに吹っ切れてる。あなたは引きずってるようだけど。いや、もういい、悪かった。引きずってはないよ、慎重なだけさ。だったら慎重にこの子を寝かせてきて。夕飯を作るわ。平気だローズ、ママは思い出したくないんだ。そりゃそうさ。おう、何か言った？何も、寝かせてくる。ローズ、かわいいな。頭まだ全然髪の毛入ってきたばっかり、一日組なんです。おお、さ、いい子で、ねんねしましょうね。で、ベッドどこ？よっ、いや、もうちょっと部屋探索したい。ウォーターサーバーがあって、あ、お写真、いいですね。お、どうでもハーフバースデー、あー、なるほど。生まれて半年って、ね、あっという間に誕生日だな。成長が早いわね。今を楽しまないと。そうね。うちの姪っ子と甥っ子も生まれた時はすごいこう可愛らしかったのに、今じゃ、俺のことを広大って呼び捨てするありさまです。ローズのご飯。2月、6日、ライスシリアル潰れたバナナ。7日、さつまいものポタージュ、ほうれん草のクリーム煮。メモ、蜂蜜、黒砂糖はダメ。あと、キノコ類は絶対 NG。あ、皆さんそう言い忘れてました。僕、漢字がほとんど読めません。なので、雰囲気で、人生生きてきてるんで、読めなくても分かってる。分かってます、僕は。はい。皆さんに、伝わらないかもしれないですけど、僕自体わかってるんで、はい。お、ミアのおかげでこれもなかなか減らないな。もうでもミアなんか、俺結構死ぬ気でセブンの時助けて行ったのに結構冷たくない？こんなもん。料理中に近づいたら危ないでしょ。あ、すいません。そんな感じ？セブンあれだけ頑張ったのに？ひどない？ちょっと無理やわ。多分寝室2階。あー、ごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。よしよし。ママにも言ったんだ。あの本はまだ早いって。そうね。よくない？おお、あ、お風呂ナイススタイル、シャワールーム、シャワーだけスタイル。あ、上役ね、あの事件以来ずっと飲み続けて、まあそりゃそうよな、すごい事件やったもんな、セブンな、エブリン事件ですね。パパとママの大好きな曲だ。もうすぐだからな。あんまりこっからこうバイオハザードになる感じが全然しないんですけど、まあいいお部屋じゃないの。
かす前に攻撃なぞ。あ、はい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 。はいはいはい。ごめん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 。ちょっと待って。またミヤと喧嘩さ、弾みでつい3年前の事件のことを口にしてしまった、口にしまったのが原因。ヨーロッパでの暮らしにも、慣れてきて、ローズの世話、ローズの世話もできるようになった。でも俺の心の一部はまだあのベイカー家に囚われたままだ。ミヤが神経質になるのもわかる。だけど全て忘れて過去に封印することが本当に正しいのだろうか。ローズとの未来を、には、あの日俺たちが経験したことをもう一度向き合う必要があるんじゃないか。それがあの子への責任だと思う。本当はミヤも分かっているはずだ。出なければ病院であんな取り乱したりはしない。それは知らないぞ、取り乱さないか。はい、はいはいはい。こんにちは、ローズ。そんなすぐに吹っ切れるもんか。ああ、剣道？こんなとこに繋げてくる。2と3になった武器屋のおっちゃんじゃない？剣道。ああ、幸せそう。へい。ああ、いいね、幸せそう。はあ。ずっとこのままでいられたら。そうね。本当にそうよ。ミヤが待ってる。怒らせると怖いぞ。そうそう。はい、じゃあ、おんちゃん、おねねしましょうね。よし、いい子だ。あー、かわいい。大丈夫。すぐ下にいるから、絵本の怪物はパパがやっつけてやる。これカメラ？あー、でもね、これがカメラかどうかわかんないけど、海外って結構カメラ置くんよね。で、俺の友達も、大学の友達が今、メキシコに住んでるんやけど、家をね、こうテレビ電話やった時に家を一軒家なんやけど見せてもらって、で、見た時になんかカメラがあって、やっぱ子供の部屋にカメラを置くって言ってたから、そう。軽くやしょっく。ローズが歩き始める前に掃除しないと。そうね、はい。ダルベル。有毒ガス事故調査終了。2017年に起きた、ルイジアナ州ダルウェイの、有毒ガス流出事故について事故調査委員会は18日事故原因を地下、これ多分あれよね、土の層みたいな、泥と石の層から自然によって、まあ、噴火した、自然に噴火したによるものだと結論付け、調査を終えることを公式発表した。事故では、近隣住む、ジャック・ベイカー。ああ、ベイカー家です。あ、はい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 。ベイカー家の事件ですね。4人が一連になり、また事故、ああ、これはあれか。セブンの話か。イーサン・ウィンター・スクリスタインについては、現在まで。ああ、なるほど。世間じゃもう過ぎた話か。はいはい、そうよね。一応ニュースにはなったんや。まあ、そらなるか。ねえ、これね。3D 酔いしないようにね、ちょっと俺も丁寧に動きますね。みんなが見てると 3D 酔いしちゃうかもしれない。おーい、寝かしてきたぞ。
あの子は？よく寝てるよ、赤ちゃんらしく。うん、いい匂い。作りすぎじゃない？あ、まだダメ。夜までレギューム、地元の料理よ。すっかり地元民ってわけだな。地元のワインも。でもあなたがいじけたままでいるなら、これはお預けね。あなた本当に気にしすぎよ。だけどルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ。あなたと私とローズ、今はそれで十分。本気か？そんなすぐにルイジアナのことを忘れられるって？とっくの昔に終わったことよ。なのにあなたと来たらまだ。なんだ？ミア、伏せろ！ミア！ミア、どうして？クリス、なんでお前が。悪いな、イーサン。やめろ！そんな、どうして。え、クリス、打ちすぎちゃう？そんな歌ね。さっさと歩け。異常なし。どうぞ。おい、娘に何する。確保しました。どうぞ連れて行け。おい、ローズに触るな。イーサン、やめとけ。ローズ、運び出せ。これがワンからの主人公のやることとは思えへんのやけど。先生。ウィンターさん、娘さんの診察結果についてお伝えしたいことがあるので、木曜の午後4時でいかがです？わかりました。伺います。先生からだ。来週来いって。なあミア、悪く考えるなよ。もう話し合ったろ。そうね。ここのとこその話ばっかり。何度も言ってるわよね、心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだ。ミア、ローズならあの通り元気だろ。何が問題だ。私たちのことよ、イーサン。あなたは分かってない。分かってないの。ミア、何の話だ。何かあるなら話せよ。なあ、言ってくれ。くそ、こんな時に。マイリトルエンジェル、私の小さな天使。いやでもやっぱあんまミア好きちゃうな。うん、セブンからずっと待ってたけど。どうなってる。何かモタモタしてる。状況は？ポニーが止めた。何の話だ。クリスはどこにいる。ローズは。まだまだだ。この会社は長い人を抱えないようになっているはずだ。チクショ。
一体何があったって言うんだ。暗っ。はいはい。もう使えそうにない。まあそうよ、ね。さっき鍛えた。目標の殺害及び遺体収容、ローズマリー・ウィンター、イーサン・ウィンター、嫁確保。ああ、運ばれてたんだ。はい。運ばれてて何かあった。よいしょ。しゃぶる。入れない。まあ、進んでみよう。ああ、眩しい。てか、そもそもさ、これクリスが運んでたとしたら、めっちゃひどくない？掘っていかれてるんやね、雪山に。マジ暗い。全然見えない。合ってんのかな？しゃがんで通れんの？痛いな。あ、痛い。痛い。しゃがみ中に、ああ、これね。やだ、もう。やだけど、まだ敵は出てこーへん。おぉなんか、素敵な。ああ、もう。足。でも歩いてるけど、どこに向かってんのよ。向かってんの。休めるわけじゃないな、これ。あ、ごめんください。お邪魔しまーす。開けまーす。意外とゲーム実況って独り言言ってたら怖くないから、いけるかも。で、これ何？あ、でも怖い。行きたくない。
あ、マジ？怖い。お、なんかある。調べる。あ、ちょっと、ちょっと。あ、これは、何やったっけ？何やったっけ？なんかあの、トレーラーでよく言われてる。ドミトレックスさん。あ、それ夫人だ。何やったっけ？いいや。あ、うおおわあ、そうね、開けるしかないよね。はい。皆さん、行きます。行きますね。行きます、行きます。ほんと、もうノックせんといて。行くから。行くから、行くから。はい、行きまーす。いや、こんなはずはない。振り返りたくない。ああ。やだ、と増えたくない、マジで。うわぁ、やめろ、やっぱり。ほら。やだ、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 やだ。いやだけど、持ち込むしかない。おお、いけ。何の仕業だ。おお、なんか明るい。見やすくなった。乗り越える。乗り越える。あ、どこだ。よいしょ。お、走れる。ゴー。おお、ここは一体どこなんだ。おお、バイオスフォーにそっくりやな。さすがバイオフォー意識しましたって言ってるだけあるわ。すごいな。で、これどうやっていくの。よっ、滑るの。滑っちゃう。そうやっても後戻りできんようにするの。マップは？あ、マップは一応ある。マップはあるな。はいはい。このゲームマップないと。うし、うま。うま。めっちゃ煙出てる。こんばんは。誰もいないのか。まあこれ普通に考えたら不法侵入なんやろな。単純な鍵がかかってるキーピックは持ってないです。あ、さっきと同じ先生。え、なんかおった？え、見なかった。いいえ。
川屋、あれでも、ああ怖っ。何の音これ、これこれ何、ドントエンター、なるほどね、鍵がある、この先立ち入り禁止、うん、まあ入りたくないのが本音なんですけど、まあ、そうもいけられないんで、あーこここう切って、ここから来たか、ここから来て、こう来て、これがさっき来た場所と繋がって、あーそういうことね、ここが繋がって火事になったとか、そういう感じなの、なんもない、まあ、そんな武器も持ってないのに、どうしてこんなところ、あ、さっきのあれ、あの寝かしつけるときのぬいぐるみ的なあれ、絶対バーンとかやめてやーと、ここに戻ってくるんですよ、こっち何もなかったから、ちょっとこっち、何があったんだ、何をするにしても怖いから本当嫌だ、嫌だしか言ってない、一番好きなゲームなのに。あ、見てた、あ、左が共同部、あ、加工所、ちょっと、あ、さっきのあの奥の立ち入り禁止が加工所なのかな、で、こっちが墓地で、墓地が塞がってて、何祭りにする場所、祭りにする場所も塞がってる、あとはこっち、どっちから来たんや、こっちから来て、こっちか、お、あ、なんか火が、火がある、シャース、こんばんは、はい、ナイフ、はい、ナイフ、これがガードね、はい、武器はこれしかない、これで構える、こうで、こう、おお、なるほど、なるほどって言ったけど、ナイフを使ってるしかない、はい、回復薬、なんか回復ショートカットキーでなんか使える気がするんだけど怖いな、勝手に使えちゃったりとかせえ、もうナイフあるから大丈夫、もう赤いし、住人はどこに行った、おえHeh.
え？閉じ込められたんですか？撃つんじゃない。誰だ、誰がよこした。誰って、道で事故にあって。なんだ、どうした。おじいちゃん、しまった。奴らだ。奴ら、今のは何なんだ。銃は、え、銃は持ってるよな。いや、持ってない。待て、早く。何が来るっていうんだ。おい、聞いてるか。おい、あー、そのショットガン置いていって。何なんだ。あ、さっきの、さっきのおじいちゃん、え、違う、死体だと。あっちも、あっちも死体か。あ、皆さんすいません、おーおー、びっくりした。どうやら動画っていうか、ムービー中になんか押したら、こう右下にオプションとかスキップボタンみたいな、なんかこう画面が出ちゃうみたいなので、ごめんなさい、ちょっと極力押さないようにします、これ。おい、嘘だろ。この村で何が起きてるんだ。よし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 。あ、やばいやばいやばい、たまー、よいしょ。よし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 。何なんだ一体。よしよしよし、この野郎。はあ、まだそんな減ってない。硬くない。敵硬くない。ここどこよ。ここ何やったっけ。200件アイテムあり。
この部屋の中で新着の200件アイテムがある。あー、これさっきのおじいちゃんの部屋ね。200件アイテムある？でも入れ、入れ。さっきなかったやん。さっきなかったやん。こっちの部屋か。薬液。なるほどね。はい。作れますよ、できます。はい。ハーブ。そう、作る。いいな。で、どっちもアイテム回収したから、もうお家に帰りましょう。もう敵出てこられてもありやねんな。弾がないからさ。あ、もう進めていけちゃう感じね。なんかこう、バイオ1からやってきた身としては、こういうとこなんか歩けれへんみたいな。戦いたくないんだ、俺は。上？どういうこと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 ？あ、これ？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 ほう！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 もう、やだ、ほんとに。戦えって、戦えって、こんな感じ。
調べてる暇ない。あ、出れないの？もう結局終わりか。あ、戦わなあかんかった。誰か、もしまだ生き残っている人がいたら、うちへ来て、畑のそばの私の屋敷を。生き残りが。よし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 。よしよし。ああ、死ぬかと思った。ちょっと。じゃあちょっと一旦ここで、休憩挟みます。ということで、ラジオの残りの声があったみたいなので、いきます。よいしょ。ツイキャスとかやってたから喋るのが無意識にできるようになっててこの後山天候図でででででで。こっちかわからない。あ、違う。なんて言ってたっけ。こっちは行けない。行けない。うん。え、ここが飛んだらダッシャーン。この声本当に嫌。本当無理。あと皆さん、俺結構迷うんで、現実世界だと方向音痴じゃないんで、結構迷いがち少年。あれ？あ、こっち？違うな。あ、こうか。こうね。はいはい。多分道的にはこの川を行くのがいいんだけど、こっちも散策したいんで散策しまーす。よしよし、鍵外して逃げる場所作ってで。うえ。何もない。Yeah!
無理、これは無理、あ、無理かもこれ。そんな感じ？いいだよ、飛びかかってる、開かない、やばい、これはこれはやばい、いや、でも回復しない。いや、曲がりましたね。いや、ダメ。冗談じゃない。冗談じゃないわ、俺のセリフやわ。え、どっからラジオ止めて、むしろあの戦うとこから、うん、終わりか、あ、はいはいはい、もう終わりかってなってラジオが流れるかな。誰か、もしまだ生き残っている人がいたら、うちへ来て、はい、畑のそばの私の屋敷を。生き残りが畑のそばの屋敷の、え、なんて、まあいいや、さっきのとこやろ。で、で、死に行って、してで、あ、あそこにいるのね。これどうするのが正しいの？これ。とりあえず無視していってみる。あ、あった、あ、いや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 、ハンドガンの弾、しゃがんで入れ、入れ、おお、嘘やん、次から次へと。
しょよいしょ、うわー、あー間違えないのか。あ、いない、あー弾ない、待て待て待て、弾作れたりとかする？ちょっとしない。これはまだ無理、無理か無理か無理か。さよなら。さようなら。まあ、いるんだけどね。何を取った？ハンドガンの弾、
おい、待て。てか、ショットガンはあったの？あ、すまない。ちょっともうちょっと探索させて。なんかこう、もっとこう、バーンって撃って、なんかあれをね、敵ヒールマしたりとかするべきなんよね。すいません、ほんとに。探索するから。それよりなんでそんなショットガンないのにさ、あんなガンも多分落ちてるし、指なくなってるし、こうなんでショットガンの弾だけなん？なんかそんな思わせぶりやめてよ。この部屋全然探索できてない。ここが開かないんです。なんかの道具が必要やー言われて、で、この部屋、この部屋、この部屋。部屋？家？あ、ここに戻ってくる。めっちゃややこしい。俺びっくりだわ。あ、ここね、こうもうちょっと頑張ってここまで行ってたらショットガン取れてたもんね。むしろよく生き延びたな俺。信じられる。まあいいや、ハンドガンの弾も30発あるし、ちょっとね、回復がね、あ、まだ回復薬作れんの？まあ、もうちょっと取っておくか。ちょっとおばあば、おばあば。生にも死にも栄光を与えん。なあ、あんた。ここにいると危険だ。最低限の男や。おい、聞こえてるのか？そなたか。あの子の父親だな。あの子って、まさかローズがここにいるのか？ローズ、そうともローズじゃ。あの子に危険が迫ってる。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した。何、あの化け物のことか？そうそうそう、マザーミランダ、そうだ。城の鐘が災いを告げておる。奴らが来るぞ。おい、待て、ローズはマザーミランダって。我らがために金はなる。また奴らが来るのじゃ。おばさん、腰に悪いよ、そんなんしたら。ローズがここに？めっちゃ笑うやん。ここは体験版通りだと信じたいんで、ちょっとサクサク進んでみましょうか。安全な鍵、キープ。ジルが欲しいですね、ジルが。この像は、はい、まずいらしいです。一回こっちゃにならんように、さっきのスタート地点に戻ってマップを見ます。で、こっから、こっから先。で、こっちは見たでしょ？で、
そうね。一個一個調べて。本当だ。で、ここがこう潰れてて、なんか道具が必要。チャンス。ガンパウダーとスクラップ A でハンドガンかな。もうちょっと、もうちょっと節約したいの。で、この家はさっき調べて、多分こっちは行けへんかった気がする、体験版だと。上から、えい、こうやって行く。そう。こっちが、あ、こっちがドミトレ、ドミトレスク夫人。ドミトレスク夫人だね。ちなみに次の、ロイズの新曲のレオンの、俺の朝は結構ドミトレスク夫人を意識して。ポーズ。村を守る。魔除けの山羊に。壊されちゃえばミランド様に罪を食う。バイバイ。でもこれなんか壊して相手に手に入る。墓地。でこの先が多分この先が城か。で多分あるアイテムで、でこっちも確か通れんかった。これもいいかな、体験版通り。じゃあ、体験版通り行きましょうか。で、さっきの話です。多分これがマザーミランダやねんな。で、これが多分ドミトリで、この、これが多分なんか沼地かなんかの、沼地かな、なんかのこう、ボスらしくて、そうそう、おっしゃりによると。で、これ、そうそう、全員、ああ、これね、全員敵やね。ああ、城を守るためにね。ああ、はいはいはい。今取ったアイテムとか。あ、セーブポイント。はい。引き続き、バイオ8、バイオビレッジ、続きをやっていこうと思いまーす。ヘイヨー、行くぜ。ちなみに体験版だと俺はここで、スタッフさんのボロボロにやられました。ハンドガンの弾欲しい。地雷なあ。はい、地雷調べる。なんか鍋みたいやな。設置型、敵が触れるか衝動を与えることです。設置後に回収することも可能。すごいや。
でもなんかまだ使ったらあかん気がする。どうする、これで置くのね。あ、で、あ、なるほど。あ、すごい。でも絶対爆発に巻き込まれる。地雷の意味を戦いたくないんですよ、私は。端っこから攻めるよ。誰か、なあ、よいしょ、助けてー。閉めて。はい、お願い。おい、ここで何を。体験版通りやね。近づくな。お願い、傷つけないで。待て、大丈夫、何もしやしない、うん、まともな人に会えてよかった。他に生存者は。いえ、みんなルイザの家よ。でも誰も門を開けてくれないの。よし、口を聞こう。そいつはよそ者だぞ。うるせえ、ジジイ。ここにじゃあまずい。歩けそうか。ダメ、化け物に襲われたの。ひどい出血でルイザの家に連れて行かないと。静かに。なんとかしよう。ここに隠れて静かにしてろ。俺が門を開けるまで動くな。このおじいちゃんのために。あ、イバイサードインストール最後までされてなかった。インストールされましたってなって。びっくりした。私はね、口が悪いですけど、おじいさんおばあちゃんとても優しいです。ヘルパーしかないと思います。ああ、ガンパウダー。よーし、とりあえず。かわやみな。薬液を。当てて。誰も当ててくんない。いいぞ、こっち。父さん、急いで。はい、おいでおいで。はいはい。ずいぶんと遅かったな。どういたしまして。そんなこと言う。そんなこと言う。まあ、分かってたけどさ、体験版やったから。人に頼るのが苦手なの。気にしないで。はい。ここは安全よね。違う。まあ、外よりはマシだろうな。なあ、ここで一体何が起きてるんだ。私にもわからない。マザーミランダのご加護があるはずなのに。誰も出やしない。父さん。ダメだ。中に入らないと。あと少しの辛抱よ、父さん。
開けて。おい誰かいるか。よその人じゃダメ。アマゾンです。ルイさん、ドアを開けて。エレナよ。客笑いです。あ、黙れ、叫ぶな。化け物が来るだろう。ユリアン、落ち着いて。こいつは友達よ。下がれ。父さん、ユリアン、お願い。ユリアン、中に入れて。ダメだ、血の匂いで奴らが寄ってくる。このままじゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ。こいつら、死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですって。彼らは友人よ。さあ、はい。こっち、なんか村の人じゃないわね。入れて、ああ入れてよ。違う、体験前で入れてもらえたけど。ユリアン、見張りの仕事に戻りなさい。ほら、早く。いいわ、エレナの知り合いなら信じましょう。入っていいさ。こういう人がね、こういう親切な、待ってて、俺に親切な一言、僕の様子を見てくる。報われるべき。お、セーブポイントがある。セーブした。こうちょっとごっちゃにならないように、一個一個ね。あのバイオハザード3のリメイクの実況やって思ったんやけど、なんかこうセーブはこう重ねセーブあんません方がいいってことに、ね、ようやく気づいたんですね。ルイザ、カーティクがやられた。このままで冬を越すのは無理だ。消えたエルネストもまだ見つかってない。ミランダさん、俺たちを見捨てたのか。こっち。はい。ちょっと待って。これはお城？お城や。まだ村がしっかりと捨てた頃の。待ってさあ、みんな待ってるわ。なんだこいつは、よそ者が殺しに来たのか。黙って、アントン。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。どうぞ、イーサン。そんな否定すんでいいやん。無事だったのは村でこれだけか。無事？無事だと？これのどこが無事だってんだ。動けもしねえ怪我人に、バカみてえに泣くしかできねえ女、お前もだ。血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがって。この家が安全だと？安全な場所なんかねえ。外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。明日には、明日には俺たちもみんな死ぬ。そいつのクソ天使みてえに泣くんじゃねえ、ロクサーナ。もうやめて。ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ何であれ誰でも歓迎する。ここにいれば安全よ。言ってろ。酔っ払いやめて。一体何が起こってるんだ。なあ、誰か教えてくれ。わからない。ただ普段通り静かに暮らしていたら、ある日突然化け物が現れて襲ってきたの。何度も何度もやってきて。待って、ルイザー。それで旦那さんは？まさか。いいえ、彼はどこかにいる。ああ、なるほどね。行方不明な旦那さんは。村の誰かに助けを。ええ、そうよ、きっと助けを呼びに行ったの。祈りましょう、彼が私たちのため。そうね、さあ一緒に。大いなる者よ、聞き入れたまえ。畏敬の念とともに捧げん。無限の闇より運命の定めしが我らに差し伸べられんことを。深夜の月が黒き翼で舞い上がるとき、我らは自らを犠牲とし、最後の明かりを待つのみ。生にも死にもマザーミランダに栄光を捧げる。
まあ、この村の人らはこうマザーミランダっていう存在をもうすごい信じてる、ね、その祈り前にも聞いた墓場にいた老婆からあのばあさんかあのババアならもう完全にイカれちまってる。でもあの人はとても献身的よ。だからきっと彼女にもご加護があるはずだわ。何してる？レオナルドどうしたの？大丈夫？やめろ！一番いい人、一番いい人。エレナ、下がってろ。やめて離して。俺たちも殺される。逃げるんだ。エレナ、ダメって言ってるの。ああ、そんなお父さんあっさりやっちゃう。父さんごめんなさい。おい、エレナ、あれはもうお父さんじゃない。仕方なかったんだ。エレナ、行っちゃダメだ。もう助からない。父さん。逃げよう。家が崩れる。いや。よし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 、手遅れだったんだ。お父さんじゃなくなってた。もう放っておいて。ダメだ、ここから出よう。一緒に。そうよ、これでも体験版で培ったこのあれでサクサクっとただちょっと見落としないと思わないか。ちゃんと見てからサクサクっと。ハープ、ハープ当てて、お金、工具が必要ない、キーホルダーから外してくれ。キーホルダー、イエーイイエーイ。ショットガンの弾、そもそもこれショットガンの弾も何発入るの？何発入んの？まあでも俺は基本的にサバゲーでもハンドガン人間なんで、よくハンドガンで戦っていきますよ。もうないね。見落としはないね。燃えてるところも、あ、ちょっとパンと。クソ、火の回りが早い。よいしょ。鍵がないと、はい、すいません。どうするつもり？離れてろ、こいつでぶち破る。行くぜ。よいしょ。平気だ、もう一度。いいか、もう時間がない。上しかないな。手をつかめ、早く。さあ行こう。行こう行こう行こう。心配ない、煙を吸うなよ。わかってる。ありがとう、イーサン。優しいのね。あなたの家族は無事だといいな。あ、ちゃんと会話聞いたから。こっちだ、行ける。おお、
見ろ、あそこから出られる。よかった。だけど村は化け物だらけなのよ。あんなに数がいたら逃げられっこない。いいか、諦めるんじゃない。娘を探す前に君を無事に避難させる。ローズはきっとあの城にいる。ダメよ、あの城に行けばあなたの命はないわ。それに私一人なんて。父さん。ダメだエレナ、あれはもうお父さんじゃない。私を呼んでる。父さん。やめろ、危ない。ダメ。じっとしてろ。さあ手を伸ばせ。いいと言って娘さんを救って。エレナ諦めるな。さあこっちだ。チクショウ。どうしてみんな死んじまうんだ。エレナ、こんなのひどすぎる。なんでこんな。なんでみんな死んじまうんだ。まあそう。何なんだこの村。一体何が起こってるんだ。痛い、それは痛いよ。それは痛い。で確か体験版通りだと、ここドライバー突っ込んだら、開いちゃって、これどっちも揃ったから、いざ城へ。はいはい。誰だ。やめて、ミランダ様。あ、ミランダ様。信じた神はこんなことするんの？ほんまに。一体誰なんだ。追いかける、マザーミランダ追いかける。いない。みな死んだ。そうとも、みなに死が訪れたのじゃ。ハハ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 マジ。おーちゃんは狙えない。さあ、じゃあ行きますか。さあこっからはマジで道やぞ。行けば命はないか。あ、入れんのね。おお、絶対冷たいやん。滝行やん。アイテム落ちてんかな。
い。鍵がかかってる。これはこれは。まだ生き残りがいたとは。タフな奴がいたもんだ。あ、誰だお前。ほう、よそ者か。面白い。ミランダが見たら喜びそうだ。いい子にしてろ、もうすぐだ。他のものでは力不足でしょう。私の娘たちなら存分に楽しませることができます。それに我がドミトレスク家にお任せいただければ、あなた様に最高の忠誠を用意することを約束いたします。言えないでしょ。待て、ねえ、つまり起きたよ。てめえらうるせえぞ。なんだここは。こいつを独り占めして何が面白いってんだ。この俺なら全員が楽しめるショーを見せてやれる。なんてくだらない。安っぽいサーカスなんて誰が見るの。この男が苦しむ様は私が。どうせ誰もいねえ城でこいつの何を切り落とそうってんだろ。互いの言い分は分かった。片や一方は理屈に及ばぬようだ。だが我が意は決したぞ。ハイゼンベルク、この男お前に委ねよう。マザーミランダ、どういうことですか。ハイゼンベルクは幼稚な上、あなたへの忠義も疑わしいというのに、私めにお任せくだされば滞りなくその男を。ガタガタ言ってねえで、自分が負け犬だと認めちまえよ。餌が欲しければ他当たれ。その口を落とし坊や。今は大人が話してるの。坊やだ。てめえこそミランダ様に盾つく気か。お前は責任というものを全く理解できていないよね。通体がでかいとエゴまででかくなっちまうみてえだな。おい、俺のことは無視かよ。静まれ。我が命は絶対だ。意義など認めぬ。身の程をわきまえるのよ。どう思うお母さん。では親愛なる獣の諸君、長らく待たせたな。いよいよゲームの始まりだ。そんじゃ期待してるぜ、イーサン・ウィンターズ。準備はいいか。おい、よさい。クソったらが。いいぞ、勝負走れ。この調子だ、いいぞ。わあ、やめろ。俺死ぬのか。まだ生きてるのか。やめろ。任せ。
ちゃんと丸ボタンが反応しなかった。くそ、誰が？あ、こっからだね。いいぞ。そうだ、走れ。この調子だ、エイザ。出たまさかあいつらがローズを。お金は裏切らない。ハンドガン、あ、弾、あ、銃を持ってんの。怖いな。そもそもお城じゃなかった、あれ。お城の中でなかった。ああ、これオープニングの。お回復がもういっぱい作れるね。ハンドガンの。まあ、もうちょっと、もうちょっと作るんで、ちょっと待ちましょうか。死んで学んでいくスタイルで。お待ちしておりましたよ、ウィンターズ様。なぜ名前を？
この村ではあなたはもう有名人ですからね。噂じゃ娘さんをお探しだとか。確かにこちらの城は怪しい雰囲気ですな。ああ、お前もな。私は商いをしているだけ。ここで？ああ、申し遅れを。デュークと申します。いかがです？武器に弾薬、傷薬、欲しいものは何でも提供しましょう。かわいい。食利用しちゃうよ、そんなの。見るだけでしたらご自由。おほう、これはまた見慣れない品ですな。いや、売っていいんかな。ちょっと何があるんやろ。あ、レシピがないと作れれへんねんな。で、これはアイテムスロットを大きくするね。ああ、キープク、キープク、キープクちょっとくれ。これは？あ、地雷が作れるようになるの？はあ、すごいな。で、これ弾足りない。あ、今俺はショットガンの弾作れれへんのか。そういうことよね。なんだこのちょいちょいタダでくれるシステムあるの？何これ、なんでこんなタダでくれんの、これ。あ、あれか、なんかネットで買ったなんか1000円ぐらい、買ったらあれよね、もらえるやつよね。そう、これサムライエッジがあって、これがね、俺どうしても使いたくてね。そう、トラゴンパック買ったらもらえるやつや。ちなみにこのサムライエッジ、俺エアーガンダム持ってます。これ威力110やん。で、ちなみに物資の確保は何よりも重要ですよ。間違いありません。まあそうね、とりあえず俺は絶対サムライッチ使いたいから、俺1000円払ってこのトラウマパック買ったから、これは買う。これがあれば大勢殺せますよ。おう、あざす。これはハンドガン用のカスタムパウダー。これまだいいかな。これは今回はね、ありがとうございます。なるほどね、このトラウマパックっていうのを買ったら、初めのこの、これはただでくれんのね。すごいよ。お気になさらず。あー、で、サムライエッジはいじれないのか。良き日よ。ちょっとこれ
このゆらゆらするやつ話したいたからにちょうど暇していたところです。外せないのこれ。よき日しばらく私はちょっとサムライエッジを使うよ。おおかっけえ、マジ好き。サムライエッジマジかっこいいよな本当に。違う、ショートカットキー設定しないと。そうアイテムがね嬉しいことにいっぱいないよね。まあいっか。てかありがとう。また来るわ。あ、ちょっと待って。いや、見てる皆さんすいませんね。いろいろして。もちろんです。銃のカスタムも受けたまりますよ。もちろん良心的な価格でね。高いけどな。このこいつらを売っていいんかわかんないかな。そのこのこれをね。あんまり売っていいかな。サムライエッジが連射速度が 0.4 の威力で110の、それに対してハンドガンが威力で100から110に課金したい。110になると何買うんで、金目の品を見つけたらぜひまた。しばらく侍へ行っていいか。ドミトレスク城に到着しました。そう、お城の中でローズがここに。ローズがここにとりあえず割るって。割って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 、ハンドガンの弾で、こっちはエレベーター。こういうのがあって、ハンドがない。すぐ向こうから、ありがとう。なんかでもバイオハザード4にすごい似てるけど、世界観とかなんかこう不気味な感じがあれよね。コードベロニカっぽくて好きよ。んじゃないよ。ローズを探してるの。いや、痛い。男の血。ちょっと怖い。
お母様、新しい獲物よ。気の利く娘たちだこと。お母さん、さあ見せてちょうだい。まあこれはイーサン・ウィンターズ、弟のバカらしいゲームから逃げおせたよね。それじゃあ吟味させてもらおうかしら。はい、お母さん。やめて、あやめて。なんだ、切る、痛い、もう。エッチ。香味が抜けてきてる。なら早くいただきましょう、お母様。ダメ、私が捕まえたの。喧嘩はおやめなさい。マザーミランダへ伝えるのが先よ。それが済んだらたっぷり楽しませてもらうとしましょうね。吊るして。待て、やめろ。そんな、待て、やめろ、離せ。何をするんだ。口の利き方がなってないわね、イーサン・ウィンターズ。待て、下ろせ、おい。あ、超かわいい。え、こっからどうすんの。誰か助けに来てくれんの。もしかして自分でこう、自分でして。ですよね。あ、そのまま、あ、抜くとかじゃないの。あ、スライドね。あかんねん。そんなんばっかり。あいつ、いいか、ほら、多分あのセブンでエブリンのあれ感染してるから、そう、多分これで治るよね、薬で。食べ過ぎ。よし、行くぜ。お、なんでしょう。これ多分読めないけど、野菜とかいっぱい取れたぜ的な感じよ。口紅めっちゃついてるやん。口紅血？なんかあの古い商フルメイクの俺がなんか飲んだ後みたいな。鍵が閉まって、単純な鍵がかかってる。さっきキーピック買ったけど、ちょっと保留で。あ、やっぱり。IO7 だよ、この流れ。こっちは、こっちは何もないか。こっちだけか。チュ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 。いいです。いいです。こういうのってあれじゃない？
鍵を外す。ここに繋がるの。ああ、ここに繋がるの。へえ。なるほどね。ローズはどこにいるんだ。うお、なんか出てきた。これは？あ、これはなんかあれか、書いてあるな。仮面探しのために行かないかな。オッケーオッケー。こっちは？ほほほ、また会いましたな。デューク、ここで何を？飽きないは場所を選びません。娘さんは見つかりましたかな？いや。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう？ドミトレスクか？ねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば見つかるやも。それはそうと、何かご入り用では？え、この部屋？あ、セーブポイントがある。はい。じゃあ、とりあえず今日はここまでということで、終わりにしたいと思います。で、ちょっと、アイテムとか整理して、次はスタートしようと思います。では、ありがとうございました。